ソニーグループソニーソニー株式会社は東京都港区に本社を置く日本の総合電機メーカー。ソニーグループの完全子会社。2021年4月1日のグループ再編以前の法人と以降の法人は別の法人格であるが、称号、営業上は連続しているため、以下では突起しない限り、ソニーを名乗った法人について連続して扱う。 1946年に森田昭夫とイブカ王が日本の東京都中央区日本橋にあった百貨店白木屋の3階を借りる形で事務所兼工場を設け共同で創業した。社名でありブランドであるソニーの称号は1955年より使用されており音を意味する英語のソニック及びラテン語のサンと男の子を意味する英語のソニーに由来している。 その際、日本人がソニーをソニーと発音し、ソンを連想させてしまうことを懸念した森田が、そこから N を一つ取ったことでソニーとなった。創業当初は中央区日本橋に拠点を置いていたが、その一年後の1947年には品川区北品川に移転した。以後約60年間にわたって同地区に分散する形で、 多数の関連施設が並ぶ状況だった。2007年には、港区に建設されたソニーシティに本社が移転され、分散していた、施設群のほとんどもソニーシティに統合された。かつては独立研究所として、ソニー中央研究所、ソニー木原研究所、ソニー中村研究所、ソニーインテリジェンスダイナミクス研究所、ソニーコンピュータサイエンス研究所を用していたが、 中央研究所は1990年代後半に2006年までに CSL 以外のその他の研究所も本社に統合された。東通工時代の広告。ソニーテープのソニーはソニーの語源の一つである音を意味するラテン語のソヌスの複数形である。イブカ大と森田秋夫1945年10月イブカ大が東京日本橋の旧白木屋店内に 個人企業東京通信研究所を立ち上げる。後に、朝日新聞のコラム、青鉛筆に掲載された東京通信研究所の記事が森田明雄の目に留まり、会社設立に合流する。1946年、イブカ大と森田明雄により、東京通信工業株式会社として創業。創業当初は、真空管電圧計の製造、販売を行っていた。 資本金19万円で、イブカ大の義父である、前田多門が、社長、イブカ大が、専務、森田昭雄が、常務、マスタニリンが、監査役、社員二十数人。東通行の設立主意書にはと記されている。1950年には、日本初のテープレコーダーを開発。オランダのフィリップス社のような大会社を目指して、輸出に注力する方針を立てた東通行は、 トランジスタの自社生産に乗り出し、1955年、日本初のトランジスタラジオ、TR-55 を発売した。また、製品すべてに、ソニーのマークを入れることにした。ソニー以外に考えられたブランド名には、東京通信工業の頭文字である、TTK や、略称である東通行のローマ字表記、トツコ、また東京通信工業を英訳した。 東京テレテックなどがあった。しかし、TTK は東洋陶器や TTK グループが略称あるいは商標として用いていたことから候補から外れた。トツコは森田がアメリカに出張した際、当時のアメリカ支社の社員が発音に苦労しており、英語話者にとって発音が難しいことが分かったため候補から外れた。テレテックについては、 同じ名のブランドを持つ企業がアメリカにあることが分かり、断念した。1957年のトランジスタラジオ TR-63 は輸出機として大成功を収め、1958年1月に東京通信工業株式会社からソニー株式会社に解消解消にあたっては主要取引銀行である三井銀行からすでに 東京通信工業が日本国内で知名度を得ていることやソニー単独では何の会社かわからないことから反対の意見が出た。銀行はソニーにどういった会社なのかを示すためにソニーエレクトロニックインダストリーズやソニーテレテックなどの社名を提案した。また社内でも東京通信工業という社名に愛着を持っている一部の社員たちは 社名変更に反対した。しかし、森田たちは、東京都心古魚では、世界的な認知度を得ることは、難しいと考えており、また社名に、エレクトロニックなどの電気関係の言葉をつけることについても、ソニーが将来、エレクトロニクスの会社であるとは限らないという趣旨を伝え、ソニーの社名を押し切った。同年、 東京証券取引所市場第一部に上場を果たした。すでに東京通信工業傘下の国内販売会社は、この前年にソニー商事に社名を変更していた。この販売会社の社名変更に大きな混乱はなく、むしろ認知度は上がり、業績が伸びていたことも銀行への説得材料となった。1954年5月、仙台工場を設立。 1960年には、米国に、現地法人を設置し自ら販売活動を始め、翌1961年には、日本企業として、初めて株式の ADR 発行が、日本政府から認められた。また1960年には、スイスに法人を設置して、ヨーロッパの販売代理店の統括を行うが、1968年に、ソニー UK を設置したのを皮切りに、 国ごとに現地法人を設置していく。1960年11月にソニー厚木工場を開設。トランジスタの研究開発と応用を進め、1959年に世界初の直視型ポータブルトランジスタテレビを発売するが売れず。1961年には世界初のビデオテープレコーダー SV-201 を開発。 1967年にはトランジスタ電卓を発売した。1964年には世界初の家庭用オールトランジスタ VTR を発表する。その一方で放送用音響機器事業からは一度撤退する。カラーテレビの開発では出遅れ、良好な画質のカラーテレビを目指して1961年にクロマトロンの開発に取り組むが量産に至らず、 九百六十七年に、トリニトロンカラーテレビの開発に成功した。この時期は、エレクトロニクス製品以外の事業にも進出。九百六十一年には、ショールームの建設のため、不動産管理会社、ソニー企業を設立。九百六十八年には、米国の CBS と合弁でレコード会社、CBS ソニーを設立し、九百八十八年には、 CBS レコードを買収した。各種ウォークマン。右上から時計回りに、カセットウォークマン、MD ウォークマン、メモリースティックウォークマン、CD ウォークマン。1970年代は、家庭用 VTR の普及を目指し、1970年に、松下電気産業、日本ビクターなどと共同して、ビデオカセット企画、有企画を立ち上げる。 1971年に対応製品、ユーマチックを発売するが成功せず、1975年に小型化、低価格化を図ったビデオカセット企画、ベータマックスを発売する。ベータマックスは日本ビクターが開発した家庭用 VTR ビデオカセット企画、VHS と家電業界を2分する激しい企画争いを繰り広げたが、 結局1988年に VHS 機を波売りする形で決着した。一方で CCD を利用したカラーカメラとビデオカセットレコーダーを組み合わせた製品の開発に取り組み企画統一を図り1985年に8ミリビデオとして発表した。業務用 VTR ではテレビ放送局用のユーマチックを開発して放送用機材事業に 再参入し、放送局のフィルム取材からビデオ取材への移行を促した。ベータマックスをベースに開発された1981年のベータカムはイングリッシュ市場の95%を占めるスタンダードとなった。VTR のデジタル化、コンピュータ化にも取り組み、1980年代後半から対応製品の販売を始めた。 オーディオ製品においては1960年代からフィリップス社のコンパクトカセット規格のテープレコーダーの製造・販売を行っていたが若者向け製品としてヘッドフォンで音楽を聴く形式の携帯型カセットテーププレイヤーウォークマンを1979年に発売1995年度に生産累計が1億5000万台に達した 日本国立科学博物館に重要科学技術史資料として登録された際には音楽リスニングを大きく変えたと評価されている。1975年には米国のユニオンカーバイド社と合弁で電池事業を始めたが、1986年にユニオンカーバイド社の経営難から合弁を解消し、単独で事業を継続。 電池の研究開発を始めリチウムイオン電池を開発1990年に製品化を発表した1979年にはソニープルデンシャル生命保険を設立し保険事業に参入したオーディオのデジタル化にも取り組みフィリップス社と共同して CD を開発 CBS ソニーからのソフトとディスク生産体制の 提供を受け1982年に発売した。1984年には携帯型 CD プレイヤーを発売。CD 以降はユーザーが記録可能な光ディスクの開発にも取り組み、1988年に光磁気ディスクを発売した。そして1992年に MD 企画を立ち上げた。映像を記録する光ディスクについては、 フィリップス社との共同開発が試みられたが、最終的に企画統一に合意し、DVD 企画の立ち上げに参画した。1970年代末からコンピュータ関連機器の開発に取り組み、1980年に A 分ワープロとポータブル液晶ディスプレイ付きタイプライターを発売。1982年には SMC-70 を発売して、 パソコン市場に参入、さらに1983年にはヒットビットブランドでホビーパソコン企画 MSX への参入も行った。しかし1980年代に開発されたこれらの商品群は英文ワープロ用に開発した3.5インチフロッピーディスクこそ、後のデファクトスタンダードとなったものの多くは鳴かず飛ばずに終わった。この理由としては、 当時メジャーなアップルや NEC の言語を使わず自社のソニーベーシックを組み込んでいたことなどが挙げられる。また、1984年には第二電電の設立に関与している。そのため、当時発売していた固定電話機に搭載されていた LCR は DDI の αLCR であったほか、DDI セルラーグループにも1989年の 開業当初から、携帯電話端末を供給していた。1989年には、コロンビア・ピクチャーズ・エンタテインメントを買収して、映画事業に参入している。プレイステーションにソニーサイバーショットシリーズ、DSCH1 ブルーレイディスク1991年、ソニー生命保険株式会社が発足。1993年、ソニーコンピュータ・エンタテインメントを設立し、 家庭用ゲーム機事業に参入した。1995年にはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社を設立し ISP 事業に参入。翌年からソネットを開始した。また、1995年には最高財務責任者を日本の企業で初めて導入をする。1996年バイオブランドでパソコンに再度参入する。 また、携帯電話会社に対して、携帯電話端末の供給を行っていたが、2001年には、エリクソン社と合弁で、ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズを設立し、携帯電話端末の開発、販売を行うことにした。2002年には、フィリップス社やパナソニックなど旧社共同で、ブルーレイディスク企画を策定した。2004年、ソニーフィナンシャルホールディングスが発足する。 ゲーム事業を担っているソニーコンピュータエンターテインメントは2012年3月期以降3期連続の債務超過となっており債務保証を行っていたが2017年3月期決算で債務超過は解消しているまた2012年にエリクソンから株式を取得してソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズを 完全子会社都市、携帯電話端末事業がソニー単体の事業に戻った。2014年7月にはテレビ事業を分社化しソニービジュアルプロダクツ設立。また、テレビ事業は10年連続で赤字が続きリストラを繰り返しており2017年の売上目標は当初の見通しより低く抑えている。同年パーソナルコンピュータバイオ事業を売却。 また利益重視の姿勢を打ち出し、国際サッカー連盟のスポンサーを交番2015年オンラインゲーム司会社ソニー、オンラインエンタテインメントをコロンバスノバに売却。ソエはソニーのプラットフォーム以外にもソフトを供給できるようになる。10月にはビデオサウンド事業を分社化し、ソニービデオサウンドプロダクツを設立。2016年4月には、 半導体事業を分社化し、ソニーセミコンダクタソリューションズを設立。2017年4月には、民生用カメラ事業や、業務用製品事業を分社化し、ソニーイメージングプロダクツソリューションズを設立。2018年10月より、日立ブランド薄型テレビ &BD レコーダー、ウーの国内販売終了に伴い、ブラビアをはじめとする、ソニー製品を、 日立系列店、日立チェーンストールにも供給開始した。2019年4月、テレビ事業を担うソニービデオサウンドプロダクツとビデオを呼び、サウンド事業を担うソニービジュアルプロダクツが統合し、ソニーホームエンタテインメントサウンドプロダクツが発足した。2020年4月1日、エレクトロニクスプロダクツソリューション分野を統括する。 中間持ち株会社であるソニーエレクトロニクス株式会社を設立。2021年4月1日にソニー株式会社がソニーグループ株式会社に称号を変更。またソニー株式会社のエレクトロニクス事業とソニーエレクトロニクス、ソニーイメージングプロダクツソリューションズ、ソニーホームエンターテインメントサウンドプロダクツ、 ソニーモバイルコミュニケーションズが統合し、ソニー株式会社が誕生。3月には3月期連結決算で純利益を、初めて1兆円のお題に乗せた。オーディオーディオ、ビジュアルカメラ分野、コンピュータコンポーネントテレビブルーレイディスクレコーダー、ウルトラ h d ブルーレイディスクプレイヤー、ブルーレイディスクプレイヤー電子、ブックリーダーデジタルカメラビデオカメラ携帯電話、 スマートフォンラジオ受信機オーディオポータブルオーディオプレイヤー IC レコーダー IC 記録メディアペットロボット業務用映像機器半導体メディカルライフサイエンス関連機器企画争いを目的とせずソニー製品のために用意されたが次第に他社も流用するようになり結果としてデファクトスタンダードとして普及した企画を記載する当社が世界あるいは日本で 初めて実用化ないし製品化、商品化された製品を記載する。要素技術を発明、新開発したものではないものも含まれる。ソニーが商標登録された1955年に、社名の周りが四角で囲まれたロゴマークが最初に制作された。その後、1957年に四角が取り払われ、文字のデザインが変更されて以降、 年を減るごとにデザインが少しずつ修正されていった。1961年、香港に日本企業発のネオンサインを掲げる際、二代目のロゴはネオンサインに合わないという理由で修正することになる。デザイナーの黒木康夫は、当時ソニー副社長だった森田から指名され、苦心を重ねて新しいロゴを制作した。こうした努力の結果、黒木のロゴは、 ネオンサイン限定のデザインとはならず、1962年に発売したマイクロテレビの広告で3代目のロゴとして正式に採用された。3代目のロゴが作られて以降、さらに磨きのかかったロゴに仕上げるため、大賀ノリオが室長を務めるデザイン室にはロゴ専用の委員会が設置された。さらに、 1962年に4代目のロゴになってからは使用規定も追加され、コーポレートデザインの実現を目指すようになった。使用規定には、ロゴマークとの混同を避けるため、ソニーが発信する文書には、すべて大文字での、ソニーを使用せず、ソニーあるいは、ソニーを使用するように、という記述がある。1973年、 最初のロゴから数えて6代目のロゴが制作され、現在に至る。なお、当通行時代を含む創立35周年を迎えた1981年に7代目となるロゴを制作しようと、全世界を対象にデザインを公募したものの、イブカやモリタが今のロゴの方が明快でいいと話したため、制作は中止となった。イッエイソニーロゴ1982年。 これまでのソニーと刻まれたロゴに加えてソニーの S がデザインされたイメージが新たに作られた。さらに森田の提案により It、it's A ソニーと英語ナレーションが流れるサウンドロゴもテレビ CM 用に加えられた。これ以降、コマーシャルの最後に絵と音を使ったブランドメッセージが使用されるようになった。2009年、 世界共通のブランドメッセージとしてメイクビリーブを新たに導入した。グループの複数の事業に対して共通のブランドメッセージが使用されたのは初めてとなる。2018年コマーシャルにおけるブランドメッセージはロゴマークとサウンドロゴのみとなっている。サウンドロゴはピアノの単音が使用されており直後にソニーとナレーションが流れるバージョンも存在する。 また、コロンビアピクチャーズ、トライスターピクチャーズ、スクリーンジェムズのオープニングロゴにも使用されている。また、テレビ放送では短縮版も存在しており、ロゴはソニーピクチャーズテレビジョン、またはトライスタープロダクションズのサウンドロゴと一緒に使用されている。この場合時のみピアノの単音は流れない。ありがとうございます。